はいどうも、こんばんは。天ヶ崎女子長野氏、チキッと秋も深まったりなんかしたりなんかして、日曜日の夜、朝かなりぐっと冷え込むということでね、体調管理十分気をつけてくださいっていうところで、今夜は軽くですね、まあいつも軽くですけど、自己満ですけど行きたいと思います。この曲もね、何年ぶりかってところで自己満ですからね、もちろんうまくはできませんけどね、プロポーズ、歌のプロポーズも何年ぶりかやけど、実際のプロポーズもね、やったかやってないか分かんないって感じの、はい、2回ぐらいやったからみたいな、そのあたりでよろしくお願いします。できることなら、この太陽いっぱい体に浴びて、お前を連れて弁天地でも行きたいと思うのだが、おいらこんな格好、髪は長いし、お前の親父やおふくろに気に入られるとは思わないが、どうだいついてきてくれるね。おいらとお前と子供3人楽しく暮らしていけるなら、これ以上の夢はない、もう決めたのだから、今はまだできそうにないけれど、ひとまずおいらのプロポーズ、できることなら、お前の手作りの料理を食べたいと思う。だからふるさとでおいらのためにお花や料理を勉強しててくれ。おいらもう少しこちらで頑張るさ、一発のミュージシャンになるまで、そしたらすぐに迎えに行くから、待っててくれるね。おいらとお前と子供さんに楽しく暮らしていけるなら、これ以上の夢はない、もう決めたのだから、今はまだできそうにないけれど、ひとまずおいらのプロポーズ、今はまだできそうにないけれど、ひとまずおいらのプロポーズ。こんなん自己満まだこれされそうやけど、まあまあね、これの金もずっと追っかけてくれてるところで、60歳まで追っかけてくださいよ、待ってますよ、いうところで、じゃあ、大きなありがとう、また明日もやりますよ、風邪ひかんようにね、コロナにも気をつけてくださいよ、OK、ロックロール、大きに。